はい、では次に行きます。天使の衣、ほう、魔法ダメージ無効、これは強そうですね。あぶれ、あ、マスの感覚がどうもつかめてないな。勝った。わあ、またかよ。持ち物結構いっぱいなんだよな。うわ、ナナミも来たか。さすがにそこそこしんどくなってきたかな。うん、じゃあ試しに使ってみますか。うん、結構強い。鑑定メガネ使いますかね。ポーションか。お、ジョブリプラがあった。クエイク。はい、これ強いですね。地震ってことで飛行タイプには効かないかな。あ、罠チックを怠るとこうなるっていう。山彦やかな。ああ、沈黙回復か。満腹度回復して。まあ、山彦役はいらないかな。ショートカットキーを結構忘れている。読んでみるか。ロケシか。はい、やってる。あ、斜め移動がなってない。なあ、こっちじゃないな。クエイク。これでも倒せないか。うわぁ、結構なるな。あ、ポーション3つはいらないか。本当なら帰りたいところなんですけど、ちょっと今回は進みます。ちょっと回復するか。
アイテムはあんまり落ちてないな。階段発見。まあ今色が違ったんですけど、このためですね。金の爪だ。これは取っておきたい。とりあえずポーションはいらない。この金の爪が錆びません。じゃあスリップ、まあ攻撃すると起きちゃうんですけど、4発か。まあ正直攻撃した方が早いんですけど。おっと、セイドンの爪か。ブラインの本1、ブラインの本は持ってないか。まあいいや、一冊なんていらない。あとはないか。ないな。合う。ゼリー状の薬なんだろう。まあいいや、無視。よし、進みましょう。はい、これですね。ジョブチェンジも可能になります。最大 SP も増えます。次がボスですね。脱出します。ふう、もうちょっと鍛えておきます。じゃあそうだな、鍛えて次はボスからって感じになりますかね。ではここまでご視聴ありがとうございました。